株式会社 NTT 東日本東北は、宮城県仙台市若林区に本社を置く、NTT 東日本の業務を受託した、地域市会社の一つである。2014年7月1日に株式会社、NTT 東日本宮城が、株式会社 NTT 東日本青森、株式会社 NTT 東日本秋田、株式会社 NTT 東日本岩手、 株式会社 NTT 東日本山形、株式会社 NTT 東日本福島の5社を九州合併し、称号変更した。東北地方の電柱敷地管理業務などを行う目的で、1986年に株式会社 NTT テレコムエンジニアリング東北として設立。2000年には株式会社 NTTME 東北に称号変更し、 東北地方のプライベートネットワーク及び各種システム商品の調査企画、販売、設計、建設、保守、アウトソーシング業務や電話機等各種通信機器、OA 機器、副写機の販売及び工事、保守などを行っていた。2001年に NTT が発表した NTT 東西の構造改革についてに基づき NTT 東日本各支店の業務を 都道県地域会社へ委託することになり、2002年に NTT 東日本宮城支店においては営業系の株式会社 NTT サービス宮城、共通系の株式会社 NTT ビジネスアソシエ宮城の2社が設立。宮城県以外の東北5県でも営業系、共通系の子会社が設立された。NTTME 東北は NTT 東日本宮城支店の設備系の業務を 受託するとともに、宮城県以外の東北5県の業務を各県に設立した株式会社 NTTME に移管した。2005年には都道府県地域会社の統合により、株式会社 NTTME 東北を存続会社として、宮城県内の3社が合併し、株式会社 NTT 東日本宮城となる。営業、設備、共通のほか 宮城支店の法人営業部の業務も受託した。宮城県以外の東北5県でも、同様に営業系、技術系、共通系の3社が合併し、株式会社 NTT 東日本青森、株式会社 NTT 東日本秋田、株式会社 NTT 東日本岩手、株式会社 NTT 東日本山形、株式会社 NTT 東日本福島となった。 2014年に、株式会社 NTT 東日本宮城が、株式会社 NTT 東日本青森、株式会社 NTT 東日本秋田、株式会社 NTT 東日本岩手、株式会社 NTT 東日本山形、株式会社 NTT 東日本福島の5社を、九州合併し、株式会社 NTT 東日本東北へ、称号変更。 東北地方を統括する子会社となった。秋田支店ここでは民営開港の NTT 東日本宮城支店の遠隔についても記述する。ありがとうございます。